皆さん、おはこんばんちは。ミラクルゴルファー、マモブです。ご覧の通り、事故渋滞に巻き込まれまして、時間ができたので、動画の撮影をしております。今回は、マモブのゴルフ遍歴パート21をお送りしたいと思います。まあ、渋滞の映像なので、映像では面白くないと思いますが、音声だけでもお楽しみいただければと思います。21でですね、どこまで話したんですかね。そうですね。事件が起こったんですね。ゴルフクラブがね、盗難に遭い、QT のね、挑戦も終わったということでしたね。はい。その頃ですね、ちょうど、その頃知り合いました、今でもお付き合いのあるトレーナーの先生、なんていうんですかね、なんていうんだろう、可動域とか、その筋肉の動きとか、そういうのの、専門家というんですかね。で、アスリートとか、選手をね、主に野球とか、ゴルフとか、そういった選手を、指導している方と、お知り合いになりまして、当初ですね、当初っておかしいですね。その頃はですね、まだ、ゴルフの選手がね、特に日本ではトレーニングをして筋力アップというかね、ムキムキになってトレーニングしてやりますみたいな、いわゆる今でいうアスリートっていう形ではあまりやってる人がまだいなかったんですね。なので、そういう動作解析とかね、その筋力の、解析とか、そういったものはゴルフの業界というかゴルフの選手のデータっていうのはあまりなくて、ちょうどその知り合った方と、県のね、千葉県の、そういったなんていうんですかね、施設とかの、出入りしている人だったので、スポーツ選手のね、データとか、そういったものを、収集して今後に役立てると。いうことだったんで、ゴルフの選手もね、少し、もし、取れるようだったら、データも取っていきたいっていうお話だったので、そういったこともあって、ちょうどその当時、若い選手、若い選手って変ですけどね、私が30代だったので、20代とか、同世代ぐらいの、プロを目指す、もしくはトーナメントを目指している選手を、集めて、いろんな、講習会とかいうかね、研修会みたいなのを毎月行っていたんですね。で、それが、ATP っていう名前にしてたんですけども、アスリート、プロフェッショナルゴルファーズ、ごめんなさい、間違えました。APG ですね。アスリート、プロフェッショナルゴルファーズっていうね、団体を作ってました。その団体で、やっていたんですね。で、それの団体が若い選手とか、その他選手もろもろを集めて、毎回どのくらいでしょう、20人とか、15人、20人、30人とかね、いう形で集めて、で、その選手に毎月その都度そのテーマを決めて、例えばその筋肉のことだったりとか、栄養学だったりとか、マネジメント学だったりとか、セルフマネジメント学だったりとかね。で、そういった、エアロビなんかもやったりとか、っていうところから、体の動きとか、ゴルフに必要なもの、そういったものをすべて、勉強していきましょうという、そういうグループでした。で、その中から、試合に出たりとか、そういったことがあれば、マネジメント、マネジメントになるんですけども、その選手の、
例えば飛行機エアのチケットだったりとか、宿泊施設の手配だったりとかエントリーだったりとか、そういったこともお手伝いしながら、やっていました。それがね、アスリートプロフェッショナルゴルファーズ APG というねグループでした。まあ、トータルだとどんぐらいいたんだろうな、50人ぐらいいたんですかね。まあ、女子も男子も、20代30代ぐらいの選手でした。研修生とかねもいましたし、でまあその頃は日本ではまだね、そのなんていうんですかね、プロのツアーの選手のデータとかそういうのもねあまり取られてるような状況ではなかったんですが、まあ、私が個人的なまあ趣味というかね、そういったのも兼ねて、選手のね、各選手のデータ取りとか、そういうのもしたりとか解析したりとかっていうのもやってました。まあみんなに決められた、まあこっちで作ったね、決められたスコアカードを渡して、そのスコアカードに、コースのねプレー内容を書いてもらって、でそのプレー内容を書いたものをまあ解析して、そういったデータを Excel でね管理して、それをまた選手へ、データを戻してね、バックして、でそのデータをもとに、まあこういった部分が弱いとか強いとか、得意とか不得意とかっていうのを、分析しながら、その練習に役立てると。で、その団体というかね、その集まりの主な、活動場所っていうのは千葉県の、今はね、もうなくなってしまったのかもしれないんですけど、3ホールだけ、コースがあって、宿泊施設と練習場とアプローチ、大きなアプローチグリーン、アプローチ練習場がついている施設があったので、そこの施設をお借りして、クラブハウスの中で、まあ、エアロビやったりとかトレーニングをやったりとか、こういう体を動かしましょうとか、可動域を広げる方法だったりとか、そういったものを講習しながらやってました。そこでショートホールとショートミドルショートっていうね3ホールだったので、そこを使ってミニトーナメントみたいなね、みんなでこうちょっと持ち合ってミニトーナメントみたいなやったりとかね、あとまあコンペみたいになっちゃいますけどね、みんなで集まって、どっかのゴルフ場で2日間で、ゴルフやって順位決めてみたいな、そういうのやったりとかっていう風にしてました。でその時にお世話になった、一番お世話になったのがその、可動域とか、筋肉なんかを専門にやっているそのトレーナーさんでした。そのね、時にこういろいろ教わって、まあ、未だにこうそういうのもねこう役に立っています。まあトレーニングしているような体ではないですけど、まあね、いろいろとその当時はなんかすごいこう機械を使っていろいろ自分の体力を測ったりとかね、筋力を測ったりとかってしながらトレーニングしてましたね。はい。まあそれをね、まあ何年かまあやっていたんですけど、まあその頃に、ちょっと長くなってきましたけど、もうちょっと行きましょうかね。その頃に、ちょうど、何年だ？あ、でも2000何年かですね。アメリカの、同時多発テロですね。あれが起こりました。で、その時に、たまたまテレビを見ていて、で、そのテレビの画面を通して、惨劇をね、ライブで、リアルタイムで見たんですけど、その時の、まあ、衝撃はもちろんなんですけど、その時に何かこう、今のままじゃいけないんじゃないかなっていうのをすごく感じたんです。まあ、なんでそれを見てそう思ったのかわからないんですけど、そういうふうに感じまして、何か自分を変えて、すごくこう、大きな
こう、なんていうんですかね、こう、変革期というか、何かを変えなきゃいけないっていうふうにすごく強く思いまして、で、そこから、ちょっとこう、今後の、自分のね、今後の身の振り方とか、どういうふうに生活していくかとか、何をしていくかとか、何がしたいのかとか、そういうのをすごく考えました。なので、そこから、まあ、ちょっといろいろと変わっていく、自分の人生というかね、こう生活が変わっていくタイミングだったんですね。それまではすごく自分のため、自分が何をしたいか、自分がどうしたいか、自分がやりたいこと、それをすごく、こう、一番に追いかけてきたんですけど、その、徐々にやっぱり、その、若い人たちとか、今頑張ってる人たちを集めていろいろ応援していくうちに、自分じゃなくて、こう、周りの人のために何かしたいな、というふうに思い始めて、その、同時多発テロがあって、またよ、そこで何かすごく思ったんですね。もちろんその、だからといってアメリカにね、行ったりとか、飛んで行ったりとかっていうこともできなかったですけど、何かをしようというふうに感じ取って、まあその後すぐ、まあこの動画のね、タイトルとか、シリーズ的にはね、謎の失踪という形になってるんです、してるんですけど、まあその後、すぐですね、まあ業界から、この業界から、自分が生きてきた業界から、まあ、失踪、いなくなるんですね。っていうところに入っていきます。まあ、次ね、次回はこの、その失踪について、いろいろとお話をしていければな、というふうに思ってます。ゴルフ、マモプのゴルフ遍歴21、この辺で終わりにしたいと思います。次の22は、少し、また変わった形で、お話できたらなと思います。それでは皆さんまた見てください。聞いてください。ありがとうございました。バイバイ。